皆様、本日もご乗車いただきましてありがとうございます。この電車は美濃本郷ステーションがお届けするなるほどトレイン急行養老号西尾垣行きでございます。この電車は養老鉄道の話題はもちろんのこと、 JR や近鉄、名鉄など日本全国の鉄道の話題を情報発信する鉄分補給番組です。この電車を担当いたします乗務員は運転士美濃本郷ステーションを行く揖斐線担当美濃本郷駅長と、車掌は養老線担当田田駅長です。2名の乗務員が皆様を終点までご案内をいたします。まもなく発車時刻となります。お見送りのお客様は黄色い線の内側までお下がりください。ご乗車のお客様は車内にてお待ちください。まもなく開いております扉が閉まります。閉まります扉にご注意ください。出発よし、安全よし。美濃本郷ステーションがお届けするなるほどトレイン急行養老号出発進行。皆様、改めましてこんばんは。美濃本郷駅長です。田田駅長です。今年は暖かいね、12月、ね、しかも今日は帝国発車だから、帝国、皆さんだって音来たとかねバッチリだからちょっと怖いね。でさ、今日さ、早速今日さ、面白いもの福袋。いやいや、これあ、これ誰んだ、これカレンダー、カレンダー戻ったね。何が戻ったね、調子。はい、行きましょう行きましょう。というか、ちょっと待って。これ面白いよ、これ。今、機関車21番が気になるの。これ。おこんなの。あ、での12じゃないですか。そう。これ、初石さんの写真かな。ちょうど養老線の桑名駅4番線から見た、ほら、貨物の引っ込み線があった頃ね。だから、この辺のこんなのもあるの。だから近鉄カレンダーじゃなくて、出の25。養老線カレンダーじゃないの。すごいね、これ。ええー。あ、近鉄も洋鉄で金儲けるようになったか。うわ、すげえ。いや、これだから、これ、はい、なかなかこれ面白いよ。これいいね、これお買い得だよ。これどこで売ってるんですか。これ桑名駅で買ったの。あ、そう。これ1個500円。お、いいですね。はい、これなかなか、あ、いいなと思って。おお、ということは、まさしく師走ですね。もう来年のカレンダーも、はい、ね、こうして出てきております。売ってるから ね、はいはいはい、来年の12枚ですね。今月1枚の前にいうことにしておきましょうか。じゃあ今月の1枚から参りたいと思います。今月は年忘れ田戸駅長から。はい、はい、じゃん、どうぞ。おお、いや、もう LC カーさ、これもう、はい、古くなってさ、なんていうことを言うんですか。だってもう順番にこれ入れ替えだよ。順番に、ええ、まあ、溶鉄でもデーの25がいなくなりましたからね。ね、ええっていうことにしておきましょうか。まだ頑張るでしょ。まだ頑張るけど、うん、たださ、これ関東の方のやつだと、有料でついてるようないいシートだよね。あ、そうですね。ただこれ、あの、競合他社がいるから、はいはい、無料で乗れるけど、まあ、東京と一緒にするとね。ね、はい、あ、関西では新快速が、東京では新特急ですからね。怖すぎはい、ということでちょっと先行きも気になる近鉄車、はい、在来車ですね。はい、はい、動向を注目したいと思います。はい、では美濃本郷駅長の1枚はじゃん。おや、あ、なんでこれか。なんで今日なるほどトレイン何回目か知ってる。え、放送81回目なんですよ。出た EF81 出た。いや、本郷駅長にしては珍しいな。後ろ切れてるじゃんと思ってさ。切れてないよ。切れてないの、これ。よく見て、ぴったり本当や本当や、ないように見えるのが。ないように見えるけどぴったり。なるほどね。はい、山の上もギリギリ切りたくないしみたいなね。はい、こだわってるもんね。北陸線走ってたパー1の貨物。なるほど、ね、はい、すごい用語、はい、正解です。わ、もうこの番組の視聴者やっぱり怖い
ね、うん、パッと見ただけでどこ？どこか分かる。ね。ね。はい、ということで81回目です。はい、ね。はい。ということで年忘れ。今月は溶鉄ニュース満載ですから。満載ですか。はい。もう早速忘れちゃいないうちに、はい、行きたいと思います。はい。じゃあどうぞ。はい。ということで、うん、今年ねあったかい日がずっと後まであった。で紅葉どうなるかなと思ってたの。意外と紅葉長かったね。うん、2週間ぐらいずっと色が持ってました。これ紅葉色づき始めです。なるほど。ね、ちょっとじゃじゃんといきますよ、うんうん。1週間経ってもこの状態。一応落ちないんですよ。なるほどね。で頑張ってるんやね。そう。でこれ別の場所だけど。流してみたんや。あのね、違うの。紅葉取りに行ったら踏切になった瞬間に曇ったから、もうこうなったら長すべ。っていうことにしておきましょうか。これがその日ね。これ2週間目？そう。あ、はい。そしてまだ言ってたらデイの04が帰ってきた。ああ、はい、ね、営業に入りましたね、うんうん、でもずっとなんかあんまり指線に来ずさ、養老線うろうろしてたでしょ。そうそうそう。でしかもさ、うん、この代わりにデイの01がさ、うん、足削りに行った話してたよね。はいはい、はい、先月ね。そうそう先月、はいはい、うん、うん、ね、だからね、この子が出てる時にデイの01は東方でお休みしてたじゃんね、うん、ああそうですね、うん、なんだかこの04と01が行ったりこうクロスをしてましたよね。はい、なんだかよく分かんないんですが、はい、ね、はい、ということでデイの04が営業に復帰して、うん、今ピッカピカの状態で走っています、はい、まだしばらく綺麗な状態で見れるかなと思いますが、うん、なるほど、はい、ね、うん、皆さんも探して乗ってみていただきたいと思います。くの字になってるじゃん、上の架線。はいはいはい、ここが例のさ、曲がってるところね、減速してくださいよってあのテプラ貼ってあるところ、はいはいはい、路盤だけ直したの。あ、そうなんですね、うん、これね線路閉鎖ってなってたから、うんうん、何するんやと思って見に行ったら、あ、下直ってるじゃん。お、止めてやったんですね。そうそう。でしかも一本置きじゃなくて、うん、全部これ変えてるのよ、うん、ここ。あ、本当ですね、ここ本当ですね。あれ他のところみんな一本置きなんてことをでもこうしてやっぱり、はい、あの目に見えるんだけど気づかないようなところがね、きっちり守られていて、うん、そうだからここはあの揺れると困るから、うん、慎重に丁寧にいっぱい新しい枕木突っ込んだよね、うん、なんてことでもこうしてね、はい、整備をしてもらえるから電車は安全に、はい、ね、溶鉄走ることができます。でもまだあのテプラ剥がれてないからね、まあ、それは分かんないですよ ね、 ね、うん、まだまだなんかあるんだよね、はい、うん、なんかある。そうです。はい、じゃあ、はかるくんに測ってもらえばいいんじゃない？そう、はい、ね、入らないもんね最近ね。で、はかるくん、これどちら？今回さ、はい、例の近鉄祭り、どちらであった？塩浜であったやつは電車祭りですね。一般人入れたの、はい、入れた。で、次の写真行くと、あ、よかったですね。おー、なんか見れたんですね。見れたの見れたの、やったねと思って。なるほど。今まではさ、その誰かお友達と一緒に入れてって言って、うん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 、もうこれもう入れたの。はあ、山田電機で買ってきたプリンターも積んでるわけね。怖すぎ。で次行ってもらうと、はい、あれなんですけど、お台車、これ例の01の台車ちょうど入ってたから。そうなの。そう、これは皆さん貴重ですよね。で、あのクレーンの実験も、うん、あのやってたから、例の01の台車で、例の01でこの台車ってことは区の501ですね、これは。はいはい、はい、形的にはね、すごいね、はい、よかった。おでさ、この日ってさマルシェあったじゃん。はい、ありましたね。そうで、その切符がさ、桑名からと大垣からと高田しか売ってなかったから、ただ買えなかったからさ。なんか拗ねてる。そうだから、その午前中は塩浜にいて、うん、午後は養老だと思って、ああ、いた、行ったので、みんなの、あの電車揃えて。これひょっとして中にあの甘いチョコレート入ってるやつ。そう今日持ってきた。今日持ってきたけど、持ってきたけど、コロ人気沸騰中の、人気沸騰中の溶鉄電車ショコラ。でもさ、がっつり食べたい人にとってはさ、これってさ、やっぱりさ、中身さ、チョコレートじゃないんだよね。チョコレートケーキなんだよね。あの、がっつり食べたい人は初めからチョコレート屋さん行きますということで、ああ、いいですね、うん、はい、で、次の写真行ってもらうと、はいはい、どうぞ。おう、で、まあ、その切符で、マルシェ切符またね、はい、うん、800円ついてたの。お得得得ですね。お得得得。でもタボからじゃないからちょっとお得が少なかったんだけど、はいはい、で次行ってもらうと、塩浜の会場からね、あの北西線の沿線の方々と一緒に来たわけよ。で彼ら子供で半額だから、うん、バリバリ
買った以上にキックバックされてるわけですよ。いいですな、ね、回収率がいいですな、はい、で次の写真行ってもらうと、はいはい、これ何、ちょっとあのよく見て、ボディはデーノ01ですね。そう、中よく見て、あ、なんか貼ってある、調整中。ちょうどさ、はい、塩浜のあの祭りの日ってさ、はいはい、デーノ01動いてたよね。動いてましたね、こちらで。なんでデーノ01のこれがないの、レシップが。あ、なるほど。だって去年、先月ですね、デーノ04出場した時に運賃表が片っぽついてないよって話あったよね。よね、おお、やっぱあれじゃない、半導体不足じゃないの。そうそう、だからこれあのちょめちょめしたんじゃない、ちょうど止まってるから。ちょっと交換して使ってみたってこと。そう、あ、歌ってみたとかやってみたとか使ってみたとか。そうなんですよ、そういうことかもしれない、そうなんです、なるほど、で、めでたく調達したってことかな。そう、ね、はい、俺試運転してる。でもでさ、まあこれはもうちょっと後で出てくるんだけど、うん、まあ、とりあえず試運転で出たわけよね。おうおう、うん、ひょっとするとさ、うん、あのデーノ04君のレシップ君を新しいやつつけて試運転したかも。うん、はるかさんですか。おうおう、ディスプレイパクったやつ。パクってません、うん、レンタルしただけ。違います。どちらでも動くか性能試験したんです。ああ、ということにしておきましょうか。ということで試運転ね。はい、で次、はいはい、次行ってください。次行ってください。はいはいはい、でさ、これ何よ。これあのバードウォッチングしてる人いるでしょ。バードウォッチングね、で次の写真見るとよく分かるんだけど、バードウォッチングってかお客様の数をカウントして調査をしてた人って言っていただけますか。今年はさ、なんか封筒がなかったのよ。あ、いつもね、私、まあ、あの降りる駅で渡してくださいねって。もう全部このカウントしてるだけ。あ、そう、うん、だからわしこの日はあのちょっとあの用事があってみその座に行ったから、その時いやカウントされたと思って、ね、背中に書いてあったんじゃない、カードとか。いや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 、いつもだったら渡してくれるのにさ、ないんだもん今年。もうね、背中見たら分かるね。なるほど、書いてあんねん、あ、炙り出す行き先がこうやってね、炙り火だ、違う、あぶりだ、危ないじゃないですか。これ何か知ってる？え？これワイド牛。まだ出た。まあまあ次行ってください。まあまあ、はい、ということで、あれまた3号線じゃない引っ込み線に入ってきたよ。でさ、はい、ユンボがいるんだよね。レールのついた。何すると思う？次見て、次。なんかすんのこれ？これちょうどね、あのトレランの時に入場で入ったのよ、入場券で。その時にとあるもの見つけちゃったの、これ。あ、ついに剥がされた。そう、だから3号線がもう本線とだって長々つながってないの。長いことタドの3号は、まあ、うん、いわゆる機能停止にはなってたけど、昨日もおとついも明日も機能停止なんだけど、これも無視だね。ねえ、もう外れちゃったね、線が剥がされたから。これは巴も近いうちに外すかね、かも。ああ、まあ、で、まあ次のあれでね、うん、で、あ、それら先週ですか。そう、これがメインだったんだけど、はい、養老から多度まで今年も4年目ですか ね、トレイルランニング養老レースですね。今年すっごい人だったよ。あ、そう。でこの桑名から乗ってる人もいるから、うん、はいはいはい、まあ、TK の01も結構お客さん乗ってたの。デーの21が今年中等されたんですね、はい、はいはい、あ、いいですね、うん、お仕事で行けなかったんですね私ね。なるほど。いや、いいな。でさ、ほう、情報ははるかさんにいただいて、うん、僕はそれプラスアルファしたんだけど、うん、ライトよく見て、上ついてるね、下インチロックで止まってない。今緊急車みんな止まってるの、ね、本当だね。なんだろう、また綺麗に止めてあるねこれ。そうそう。であとさ、前0番が落ちたじゃん。あ、0番ね。0番、はい、詳しくは申しませんが、そう、今さ、うん、0番のところさ、あ、ネジネジで止めてあるの。ビスで止まってる。そう、本当だ。だから今あの他のやつもやばいやつはタップ立ててあのサラビスで落ちないようにちょめちょめしてある。これ別にゼロ番が落ちやすいってわけじゃないでしょこれ。そうそう、だから他のやつあの504なんかはあの4もこうやってこうビス入ってるから。おお、なるほど、中箱の隅をつつくような。よう気づいたねこれ。いや、なるほどトレインだけどさ、これそう、だからあのシャーロック・ホームズみたいにさ、でも元ネタははるかさんにいただいたの。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいなこれ。あ、これ早いな。これ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 、それいつから引き換え？
今日から今日から1月の28だったかなまでに引っ換えないと無効になるいやね、ハンドタオルもらえるから、はい、一応さ全種類持ってるけど、うんねうん、ハンドタオルはまだ、うん、今日帰りでも変えていこうかなということで早めに皆さんお買い上げ、ねはい、でさ、うん、今ここのマルシェの切符持ってるけど、うん、結局さマルシェ何も買うものなかったのよ、うん、なんと、うん、でとある人が何か買ってよって言ってじゃあマルシェの切符くださいとか一番安いのとか言って一番安いのそう使いもしないのにねマルシェの切符買ったのえらい溶接愛だね でこんなことしてるから、うん、あれだよどれだよ前の肉祭り、うん、ダブルチャンスのやつが当たって、うん、当たったそ う養老町からあのメール来たよ日倒し30万円分いや どっかの業者から、うん、なんかこの今年うちか来年の1月うちに何か送ってくるって言ってメール来た何か送ってくるそう請求書ねえ怖すぎやわああよかった本郷営業長が元に戻ったもうすぐね前の方が良かったっていう、うん、えそうなのだんだん憎たらしくなってくるいや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 先月先々月おかしかったからいやいやいつもおかしいですけどえちゃんと寝たいつも寝てますよだってこの間はナポレオンより少ない睡眠時間だ会議中寝てるでしょガッとでお願いします運転中寝てるそれはいかんなでもやってるでしょいやだってやってるかどうか寝ちゃったら分かんないからカットでお願いしますさあ次行こう怖すぎはいどうぞですおなダイヤだダイヤだあでさ日曜日ほうラビットの貸し切りが走ったのおらしいねそうでそのさちょっと筋引いてみたんだけど、うん、新しい筋なのよお今日珍しい筋でしたよねねだから、はい、昼ぐらいに出て桑名に向かったようですが龍谷大学の鉄拳だそうですよああ、はい、でさ結局のところ、うん、定期列車出さない感じやん、うんはいはい、だからこの2連と3連と変わってそうです、ね、ラビットをそのまま上に、はい、運用につけちゃったいわゆる Y32 運用に途中からねスルッと入りましたラビットスルッと入ってえなんで3連がとか言って、はい、なんか新しいダイヤだよねこんなことをやらせてくれるようになったんだねというか桑名工事に入る前はボツボツあったパターンですねあ、はい、関西の大学は割とこのパターン使うんですよあそうなのお昼まで西尾垣で楽しん で,、はい、で桑名まで片道乗って、うんうん、でそのまま特急乗って大阪にさよならっていう、うん、なるほどねよくあるパターンでしたね久しぶりですでもこのパターンあー、うんねえはい、じゃあ次行ってくださ いでさ TQ-03 がお昼休み見に行ったらなんかいるね、うん、こんな状態になってたの、うん、でさこの日さ俺ももうまだ3ヶ月あるじゃんそうだいたい春でしたからね前回ねだからさあ車輪削りに行くんやと思ったらなんとなんとこれあれなんか連結してるしそれもなんか後ろと前でえらいことになってるしだからさはいこれ橋段ですこれ元サンドじゃなくて元がサンドされてるじゃんだからさ元のサンドすると 3両と3足す2で5でしょ 2足す3、うん、だからそうそう例の0で3両じゃん8両だよ8両ちゃやいやこれ踏切9号さんにいただいたいやこれありがとうございますいやもう俺会社途中でドローンしようかなといやそれでもなこれそれはいかんなこれ2時頃来ていやまあドローンしても3時だよなもう3時だとドローンするんかい1時間もやってるともうこれ見れないからやめと思って8両で何倍行く特急じゃんでしょえらいこっちゃそれがさ養老鉄道でやったんだよねそれも車輪積んじゃってそうだから2プラス2の4両なんて兵みたいなもんですよこれに比べたらやる気満々ですなね、いやすごいなすげえなとでさこれ役者が3両、うん、3つ揃ってるのよおお向こうにいるからねそう向こうにいるからダンプトレーラー真ん中ダンプトレーラーも入れるともっと増えるねそうだから3ついるのよあ役者が、ね、で次の写真見るとじゃんあ夜夜さもうあれ繋がってるからさ動くって動くだろうと思って怖いねこの徘徊えいやこれ逃したらもったいないじゃん雨降ってなかった全然傘お化けいらないね全然、うん、だからほんでこれね一番前のところにね人が乗ってるから、うん、踏切降りないよ、うん、あなるほどなんか音もなしに近づいてきてびっくりしたよで次の写真行くと、はい、おでなってるなあれでも線路閉鎖してるのよ踏切が鳴るのよ、うんはいはいはい、なんとなんこの日に踏切の試験してたのおすごいよね、うん、ボンと正月がこれできたよね、うん、2つねで次
やっぱりさ、あれこの日に動いたんだって。ひょっとして出るのこれ。そう、クリスマスまで来たのよ。次行っていい？大丈夫？あ、盆と正月とクリスマスがいっぺんに来たのね。そうでさ、これちょっとさ、よく見るとさ、左側の車両ボケてるよね。でも真ん中ぴったりじゃん。まあ暗いからね、ブレるしね、近いとね。で右の奥の方できっちりその、まあ、ピント張ってると、はい、やっぱりさ、これさ、例の昔言ってた F 値の話で、遠いところはあんまり動かないけど、近いところはすごく動くからブレちゃうんだよね、まあ、見かけ上の速度が全く違いますからね。ね、はい、これがさ、これ13分の1のシャッター速度で撮ったの、今回は。ぜひ流してほしかったな、シャー。いや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 、まあこれはこれでいいんです。はい、はい、で次、そしてこれが、おお、入選しましたね。超望遠ですね、で今度は。さっき見た時に前に車輪乗ってなかったじゃん、でこれ後ろに乗ってるの、ということはさ、これ前日にね、元さん車輪だけ持って帰ったの、だから完全ステルスなのよ、繋がってなかったから。もう絶対に車輪の交換だとわし思い込んでたから。なるほどなるほど。でいきなり繋がってたから、ということは TQ03 はなんか早々と入場した可能性もちょっと出てきたってことですね。でしょ、わかんない、わかんないでしょ、わかんないけどね。でも こんな面倒くさいことしないよ、これ絶対入場だよね。わかんないよ、また帰ってくる。まあいいや、こんなの特集でよく掘り下げましょう。よし。そうか、ちょっと気になりますね、この動きは、ね、はい、ありがとうございます。よし、またちなみにこれいつの夜？ん、この今日の夜。今日の夜。今日の夜。まだ24時間経ってないのね。すげえな、溶鉄ニュースって今月の。今月も。ありがとうございます。いや、はい、ということで、はいはい、お疲れ様ですね。来たね。はい。来た、汚い？ん？来たね。汚い？ん？いや、来たね。まあなんかいつもの色じゃん。いつもの出た、久しぶりに。いつもの色違うの。これはイビセンの夕方の2連のダイソーでシナモンが入ったの、っていうことね。だから夕日が当たったのっていうことね。本当にそうなの。昼間でも本郷駅長の色目こんなんじゃん。こんなことはない。なんでこれダイソーしたかって、次の日の準備。ああほら、恒例の行事があったでしょ。ありましたね、はい、はい、揖斐川マラソンですよ。なるほど、はい、今年も走りました。またハーフだけでしたので、早い時間の臨時列車の運転になりました。12時、13時、14時台の3本ということで。あれ、シナモンのあれは行かなかったの？ん？あのぬいぐるみの当たるやつあった。それまだ後。あと、はい、それフライング。あ、はい、赤い列車が3本臨時で走ってます。揖斐行きがないってことは揖斐行きは回送ってことになりますよね。あ、はい、で朝から張ってたの。そしたら、うん、おやっぱりシナモンが来たわけですよ。なるほど。揖斐川マラソンの板つけて、ね、ちゃんと三両に許可取ったらしいですよ。え、そうなの？だって板外してノーマルじゃないことやってるから。あ、そうなんや、うん、あ、三両駅員さんに聞いた、許可取ってるそうです。でもう一本は歌舞伎だったから、お、歌舞伎かと思って、もう一本近鉄車かなと思ったら、まさかの歌舞伎だった。だから歌舞伎、歌舞伎、シナモンっていうのが今年の揖斐川マラソンの布陣です。微妙。なんてこと。だってこれで三流がペケって言われたらなかったんだよ ねほら見て。え、もうちょっとじゃあせっかくだから、はい、マークとシナモン。ああ結構しんどかった、これ撮るの。なるほど、はい。で、揖斐行きの回想1本目が赤歌舞伎。言わないと分かんないよね。日本、いやいや、回想と書いてあるから。だから何の回想か分かんないじゃん。揖斐川マラソンですよ。マルシェの回想かもしれないじゃん。もうそういうこと。で、緑歌舞伎。そして3本目が、はい、はい、シナモンの回想揖斐川マラソンと。なるほど。いうことでございました。サオモの回想じゃなかったんや。もう、いじめてくるな、今日は。元気になって嬉しいんだもん。いや、ちょっと色つけてみる。色。はい、こんな感じ。おうわ、なんやこの色口。全然わかんないよ、これ。緑歌舞伎と赤歌舞伎と、での24という。なるほど。ちなみに15時台からは所定2連っていうのは17時台に車両の入れ替えがあるので、もうそれ以降お客さんいないだろうってことで2連が帰ってきました、うん、あ、そういうことね、はい、普通に戻ったんです。あ、そうです、そうです。ということで揖斐川マラソン輸送ですね。午前中だけ3連が来てったってこと？お昼過ぎまでずっと3連が全部回っていて、はい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 、午後もただ2本は3連でしたが、結局シナモンは揖斐停泊で前の日入って、はいはい、朝から入って、その日は揖斐停泊にならないよね、そのまま流れていけば、まあね、だけど途中に臨時列車があるおかげで順番が狂って、結局その日も揖斐停泊、ま、出ただから、ね、2連泊しました、シナモン。あ、はい、ということです。で、お、朝はこんな感じ。次の朝はね、なるほど。
はい、はい、ということで秋バージョンいよいよおさらばということで、うん、ね、はい、先ほどありましたシナモンロールのぬいぐるみ列車が、そうそう、だからこれ駅員さんに言ったのよ、うん、君これさ、うん、親からしたら、うん、働いてるところでこの最高の顔だからこれ家宝だよとか、そうですかねとか、はい、ということで貸し切り列車結構人気でしたね。あ、はい、あの車両1車両も座席が埋まれるぐらいは乗ってました、うんうんうん、はい、聞いた聞いた聞いた、ね、冬バージョンのこのひょうたんマダム型のマークがつきましたね。微妙微妙って言いました。後ろだけなんかちょっと微妙って、まあ、ひょうたんを愛してる人に敬意を払って、あ、ええ、あ、ひょうたんダンディじゃないんですね、ひょうたんマダム型ですよ。ああ、そうっすか、はい、はい、帰りね、養老で折り返して西大垣で撮影会をして、養老往復で、ね、中でぬいぐるみの写真を撮ったりして、はい、美味しいお弁当も食べて、はい、というツアーでございました。はい、ね、はい、え、シャチャマル、この間池の駅に行ったらシャチャマルが待合室にいたの。うん、シナモンに乗ってたんじゃないんだ。シナモンじゃないんだ、シャチャマルだからこれ。え、いや、何してんのかなって池の駅でシャチャマル、ああ聞いてみたの、うん、シャチャマル、うん、何してんの、いや、ひどいんだよ、おじさんが来てね、通りがかりの、うん、俺に聞くわけよ、シャチャマルがいたから、うん、ねえねえ、あのシャチャマルには人が入ってんのって聞いたわけですよ。え、日本語通じるんかな、うん、俺は言ってやったよ、うん、はぁ、シャチャマルですけどね、わけわからん、あ、また戻ってきた本郷駅長なまた戻った、また腕が戻ってきた、意味がわかりませんさあ何があったかというと、たくさんの人が待ち構えてシャチャマルを取り囲んでます。よく見ると、え、借金取り、カウントダウン3、2、1、じゃーん、あ、イルミネーションや反応薄あ、いつものやつや、いつもの人、あ、いつものやつね、あ、行っちゃった。で合わせてこれ音楽列車がやってきまして、中で手回しオルガンがやってきまして、はいはい、うん、ね、はい、音楽楽しんだ人が池の駅に降りてイルミネーションの点灯式を楽しむということで、シャチャマルもご機嫌ということで、あら、ございました。なるほど。でね、行ったらね、これもらっちゃった、これ、え、お菓子もらったの。お菓子じゃないよ、ん、参加グッズだよ。あー、シール、ね、でも、まあ、後ろはタケノコの里だけどね意味わからんし、でもキノコよりタケノコ派だからちょっと嬉しい、いい意味わからんし、ね、はい、ということで、まあ、ホームではね、役者がたくさんやってきて、皆さんこうイルミネーションの電車を楽しんでいらっしゃいました。え、イビの方もタケノコって名産なの。もうそうですよ、掘りに行きますよ、私。え、桑名市のあの播磨はタケノコの名産地なんで。あ、そうなんですか。あ、じゃあガチンコ対決なんですね。あ、そう、岐阜のタケノコでも絶対うまいよね。うわ、ここであの CC ネットのお客さん何人か敵作りましたね、はい、ということで、はい、ほら今池の駅のホームこんな感じです。あ、ぜひ電車に乗ってお出かけください、ね、昼間見たけどさ、昼間見ないシナモンのスタンプラリー行った時昼間見たけどさ、あ、多分想像はついたけど想像はついたけどあ、チャチャマルがなんか紐で引っ張ってあるな、紐で引っ張ってあるはい、ということで池の駅お越しくださいちなみに池の駅だけじゃなくて北池の駅、あ、ね、はい、そして美濃本郷駅も池田町イルミネーションで彩られておりますね。はい、ということで電車でお出かけいただけると、はい、これ LED になってさ、うん、相当電気代が安くなったって聞いたよ。なるほどね。ね。あ、電車もそうなるね、これだからね。怖すぎ。以上でしたか、溶鉄ニュースは。え、まあね、はい、今で終わりでしょうね。はい、うん、ということですね。はい、はい、ということで今月の養老鉄道ニュースでございました。1分円だ言わない結構走ってきたんだけどねだってめっちゃニュースあるんだもんねえ、来月どうするの、何もないよね。それ後で考えましょう、はい、ということで特集に入りましょう。おいっす、みんなお待ちかね、はい、マンネリ、マンネリ企画、マンネリ企画スタート、恒例企画の養老鉄道電車大整理2023でございます。パチ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 88888。いやいや、なんか TQ03 もう番狂わせ。そうなんだよね、そうなんだよ。これから喋ろうと思って資料いっぱい作ったんだけどさ、まあ、とりあえず見てもらおうか。お、フリップ、はい、どうぞはい、ああまた、あの、今日放送終わりましたら日本語ステーションのホームページに、あ、ちゃんと修正版がアップ、なんてことをはい、2023年の電車編成表を入れました。はい、今年のおさらいをしますと、ほいほい、まずデイの04が、うん、マルーンに久しぶりに8年ぶりに戻りましたね。ね、マルーン、戦六、はい、京急、そしてマルーンです。はい、ね、戻ったんだよね。
まあそうですね。だからショコラがさ、うん、例の線路とか入ってないもん。あ、そうですね。だからそうですね。ね、その通り。ね。で、デーの24が、マルーンですがシナモンになったというところが大きいですね。はい、あとは LED 化が着々と進行しているというところが、はい、今年の養老鉄道の、まあ、大きな動きでしょうか。うん、ね、はい。ということで、また最後におさらいをしますが、平成1本ずつ見ていきたいと思います。はい。はい、ということで、まあ、ワン、ツー、スリーと並んでいろんな電車がいましたが、もうこれも過去の光景ですね。うん、ね、京急がいなくなりましたので。そうそう、この時はまだ飲酒録止まってないからね。そこですか。番号札、あのビスで止まってないから、ね。それも正しいな。なんかあったんだよね、多分ね。知らない。はい。まあ、これを見ただけでも色も違うし、電気も違うし、ねえ、ね、飲酒録はないし。京急もいないし。ええ、うん、はい、ということです。さあ早速ですが、デーの01から今年1年の動きを見ていきましょ う、ね、2年目この色になって2年目が終わりました、はい、ね、今3年目ですが、これ契約期間そろそろ終わるんじゃない、ちなみにね、どうするんやろ、うん、ね、最初の年はこのそうそうよくわからない系統板がついておりまして、いやいやいや、これパンチボールだから、あ、パンチボール、失礼しました。よくわからないとか言ったら怒られます ね、パンチボールだから、はい、ケーブルテレビの、うん、系統板がついていて、2年目はその30周年、31周年来なかったねって話、そう、31年板になるかなと思って今年回ってたんだよ ね、で今年はどうなったかっていうと板なしですよ、ね、惜しいな、そう、寂しいです ね、うん、ただ3年契約っていう話でしたから、はい、これで1シーズン2シーズン終わりまして、うん、もう3シーズンもいよいよ終わるんですよね、ね、板つかなかったね。ねえ、というか、うん、剥がすのかな、うん、マルーンに戻るのかな、盗まれたか、何の話。でもよく思い出すとデーの01って確か定期入場して出てきてマルーンで帰ってきた、はい、なんかすぐ後にこの色になったよね、うん、なりましたね。だから逆にはもうこれ3年経ってるから、あとマルーン1年しかいないってこと。まあね、お、うん、早いね、4年間ね、早いね、はい、ということでデーの01、うん、2023年はマークなしのお化粧なしで走っておりました。なるほど、ね、はい、あ、そうですね、もうほぼ1年、あ、伊勢初詣林募集ないね、そういえば、ね、ということは一般は今年もないかな、うん、はい、なんかその自治体のあるみたいだけど、うん、自治体のはなんかね、あるとかないとか聞きますけど ね、うん、はい、あの今年もうほぼ1年前ですが、2023年の1月にはこのデーの01も伊勢初詣の初詣列車、臨時列車でも活躍をしました、ね、いやもうコロナ終わったからやってもいいのにね、うん、ね、うち会社忘年会全社であったよ、あ、そう、宮古ホテルで、宮古ホテルでやるの、そう、遠いね、 だっていっぱい入らないもん、ああ、そういうことね、はいはいはい、あ、そうかそうか、お酒飲んで 帰れるとこってあそこぐらいしかないもん、まあそうね、はい。はい、はい、次デーの02です、ほい、ね、はい、これ入場前の姿ですが、このいわゆるオリジナルライト、はい、もう見納めになりましたね、あ、 LED になっちゃったもんね、 LED になりました、 LED めちゃくちゃ増えてきましたね、今何本いるんですか、うん、そもそもデーの02、04、うん、だからもう01とあの ラビットもあれでしょ、お、そうですね、で21、24もだもん ね、 TQ 車は今1本、うん、もうこれ勢い的には半分ぐらい LED になってくるぐらいっていうところが来てるんですね、でしょちょっと最後におさらいしましょうか、はい、はい、でデール02も、まあ、こんなことで、はい、LED に変わりました、ほい、ね、はい、ちょっとこれでは見えないな、ライトケースのとこな、うん、はい。そしてみんな大好き戦力ね。じゃあ冷たいな。いや、でもさ、この、はい、その元になった、はい、あの八太郎さん。八太郎さん、はい、ね、なんか韓国の鉄道も作ってるんだって。なんかあちこちで鉄道を手掛けてるんですよ ね。だからかな、韓国行って鉄道乗ったりしてなんかご縁があるんだね。うん、あ、なんかつながってきますね。ね、はい、ということでデーの04はマルーン、うん、戦六、はい、京浜急行を経て。うん、先ほどニュースにありましたようにマルーンに戻りました、はい、足掛け8年お帰りなさいマルーンです。2年ずつでコロコロ変わっちゃったの、4年、あ、4年、4年です ね、定期入場ごとに変わりましたので、はい、ね、はい、今この姿ですね、うん、はい、デーの04綺麗になっておりますが、この
デイノ04がもともとですよ。かなり昔の見たじゃん、これ。ゴード町ですよ。バラナちゃんいない頃ですよ。はいはい、ねえ、ねえ、はいはい。でもこうやって見ると、うん、パンタもさ、ひし形パンタ。ああ。なんかこうイメージってさ、こうシングルアームが来た時はなんかさ見慣れないなって思ったけど、うん、慣れちゃうからね。慣れってのは怖くて、今これパッと見るとなんか重たそうなの乗ってるなって今思いましたけど、私ね、あの近鉄特急もそうだよね。あの色になった時にさ前の色がいいってもう慣れちゃったよね、はいはいはい、ちょっとね ね、そうなんですね。だからホロワークもあったし、うん、ライトも元だったし、そうね、ね、まあ、ゴールド町のパンダもあります。重く感じるよね。重く感じますね、なんかね、はい、不思議ですねこれ、はい、同じ色なんですけどね、ね、はい、いや懐かしいな、これよく見たらサイクルトレインの板も違いますね。もうちょっと古いのだと外にブサッと刺すやつなんだよね。ね、あ、はい、わし持ってるよ。あ、この間言ってたね、いいですな。でも誰かさんの手に渡っちゃったから。あ、そうなんですか。そう、あら、今僕の手にないの。なんと、うん、いや改装の糸はあるけどね。おさあ行きましょう。はい、その当時の車内です。うわあ懐かしい。まあ、ちょっとね、まあ、今回まあD04 マルーンに戻ったということで、この頃床真っ黒だったんだよね。そうなんですよ。これ良かったんですけどね。懐かしいよね、これ。はい、はい、なんかとても座れないよね、うん、ここに床ですかね、うん、あのイメージの問題だとは思うんですけどね。でもこの車内見るとやっぱ近鉄、はいはいはい、この車内だよなっていうね、うん、いやヤンキーがうんこ座り、これはちょっとやらないよねこいつはね。この赤いふかふかモケットが良かったんで、はいはい、で03を思い出しますね。あ、ゆかちゃんね、はいはい、ね、はい、まあ、こんな時代からぶりにマルーンに戻ったということです。うん、ね、はい、そして戦力になったわけですね。なるほど、時代的には、ね、今年じゃないよこれ、相当前じゃん。あ、だからさっきのマルーンが、うん、仙台マルーンが戦力になった時の、うん、まあ、ちょうど出場試運転、しかも種別灯ついとるし。おお、もう今種別灯や、うん、ダメだよね。そうね、だからやっぱりね、うんうん、いや歴史だよね。10年一昔とは言うけど、うん、ね、これ8年前ですからね、まだ。あ、10年経ってないよね、はい、8年前の様子ですよね。なるほど、うん、そしてこれが京急になって出てきて、うん、こう何度でも見たことね、これはね、この写真は、ね、これよく使われるから ね、あっちでもこっちでも、ね、何度でも見たからね、ありがとうございます。もういいわもういいわとか。そして今回、あ、これ見て、これね、これ皆さんちょっと気づいてほしいところがあるんですよ、これ、うん、はい、皆さんコメントをお待ちしております。このデイノ04は素晴らしいところがあります。さあ皆さん、ラビットもこんな形になったよね。気づきますか。うん、お、考えてますね皆さん。ああ、近鉄モケット、小田急みたい、種別灯いいな。うん、質問の答えになってないから。サイクル版が短くなった。あ、それは他の列車もそうです、ね、うん、よく見てください、よく見てください。携帯というよりは運用の運用面ですね。おーっていう、多分ね、これ大サービスなんですよ。にゃ、ベンチレーター、それのこと、うん、LED チップ、いいとこ行きました。ああ、LED が、たどきちゃんもこれを言うと気づいたね。ね、はい、あれ意外と来ませんね。はい、ハイビーム正解。おー、フル点灯ですよこれね、うん、はい、まあ、きっとあのイビに行く列車は私がここ構えてたから、あいつがいるし、まあ、マニア運転士ではないです。お、あの人以外にもやってくれる人が増えたんですね。もうね、はい、両手優しいですね、ね、はい、ということで、うん、後ろは電車が入ってまいりました。桑名行きはデイの01が到着です、ね、さっき止まってたから ね、電車当てクイズ、今日の大垣行きは、そう、わしね、今日はね、うん、わし何乗ってきたの今日。デノ04。お、ピカピカ君。そう。ほう。ね、あの子もあのゼロはビスで止まってたから。まだ言ってる。今度見てみよう。はい、さあ皆さん、大垣行きを電車でクイズ。今日は。うん、デノ04はまあ順当に行けば養老でそろそろお休みタイムか。まあね。うん、TQ05、あ、06。これ1本。お、なんか今日決め打ちですよ。ああ。TQ06。そうか、はるかさん、そうや、06、あ、かも、うん、かもかも、06ちょっとお休みしてましたよね、この、うん、TQ01、うん、何1211系、1200はしません。
なんかいろいろ出てきました。どうしますか J11 とかどうしますか。構わないでおきましょう。どうしますか J11 は、きっと310ひどいんですよ最近。なんで JR 東海の311系でどんどん今引退していて、はいはい、僕が写真撮りに行くとねいつも J11 が来るんですよ。出た。あ、そういう内部事情を知ってる人ですね。あのツッコミ。なるほど、内部事情を知った。あ、だって311系撮りに行ったらさ4回行ったのに3回 J11 が来るんだよ。そうなの。 D の13、いや、いないから。あ、03、あ、もっといないから。 X21、それも違う。 D の25。あ、なんかヒューンと言っとる。ヒューンって言いました。元の8連、あ、それもう終わった。また R101、それワンマン編成。さあ、ヒューンと言ってます皆さん。なんですかね。はい、食わない気は出発してください。入ってらっしゃい。視聴者さん。どうも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 。バイバイ。ありがとうございます。嬉しいね。ナルトレ見てね。さあ、でもちょっと電話での人がゆっくりしてるから、ひょっとすると、ゆっくりしてるから出ていかないよ。ひょっとすると大垣行きが出ちゃうかも。え、ま、前みたいにあの判断。ほらほらほら、大垣行き先発ですよ、先発。とりあえず TQ です。TQ ですが、また。見えるかな、帯色まで。帯はあります。TQ? 緑。05や。05。6。6。06でした。あー。ジョヤクさん、ありがとうございます。いやゼロ六。まあどっちか分かんないんだよあいつら。ね。まあ、この後出てくるから。そう。ね。はい。たださ、この頃さ、見分け方分かったのよ。うん、TQ の05、あの桑名川の左側、ライトが暗い。なんでこんなの？微灯が暗いの。だってあれ昼間撮るとついてないかと思うもん。あ、そう。そう。今度見とくわ。右側明るいけど左側暗いのよ。いやー、そうね。はい、じゃあ続きいきましょう。はい、どうぞ。じゃん。はい、ラビット、みんな大好きラビットです。あ、ね、これ定番だよね。はい、定番だけど ラビットね、今回ね何の話題もないの。あ、そうなの。だってないじゃん。ああ、これまだでかいやつ積んでるじゃん。何が。あのサイクル板でかいやつ。あ、そこね、そこね、うん、細かいな。だからさ、前なんかバカにしてたよね、板祭りの時に。これはラミネート、してないよ。バカにはしてない。ラミネートなんて言って、あれちゃんと取っといたからね。バカにはしてない。あれも貴重なラミネートですよ。バカにはしてない。ちっちゃくなりましたから。大きいのはもうありませんから。そうね。ね、はい、まあハサミで切ればいいんで。カーッとしたね。はい、そして今年はスタート、思い出せばウサギ年のスタートでしたよ。あった ね、この板ね。もう1年前です。あ、なんか売ってたよ。売ってた、もう売ってた。売ってた、早いな。はい、そして、あ、溶鉄祭りもあったよ。あ、いろいろあったね。あったあった。そうやって思うと ね、はい、いろいろありました。そしてデーの21番です。おい、はい、LED に変わりまして、あ、マスダケ列車も復活したね今年は。そういえば、ね、うん、うん、ね、伊勢林も復活してほしいな。これ自転車サイクルトレインのマスダケだから、自転車乗りながら酒飲んでいいのかな。前は貸し切りで後ろは一般車でしたよね。ああ、そうでしたか。そうでしたね。自転車は真ん中の車両でしたね。ちょっと戻ってきたね。何が。悪い方に戻ってきたね。悪い方に。つまり悪い方に戻るってことはベースは悪いってことか。次に行きましょう。っていうことにしておきましょうか。養老鉄道、間違えた。養老公園100周年。ああ、見ない板だね。見ない板とか言わない。世の中には、はい、ミラクルとか七不思議があるんです。ああ、次行こう。ね、パンフレットには載ってるけど。次、はい。ああ、ということで板がないな。ああ、ないね。ええ、これ、あの、知ってる？なんでこれ出したか。分かんない。板がさ、ケースがなくなってさ、はい、その直後にさ、はい、京急が入場したからさ、これめっちゃレアなの。言われなきゃ分かんない写真だよね。次行こう。はい、はい、このね、100周年板、皆さん覚えてますか。また突っ込んでほしいの。違いますよ。デビュー、そういうことじゃない。そういうことじゃない。デーの21に着くはずだったのに、ああ、デビューした時ね、はいはい、発表したらその時にデーの21調子悪くなって、ああ、デーの24が代走してたよねっていう。ああ、わしも白幕でこれ撮ったよ、100周年。お、いいですね、いいですね。これあれだな、撮ろうと思ったのに西岡幸喜下に怒ってんな。はい、ああ、怒ってるね、怒ってるね、滑ったんだよね、俺と一緒か。
次行こう。っていうことにしておきましょうか。夜鉄祭り。はい。ね、今年晴れたね。今年ね。前、土砂降りだったよね。そうでした、そうでした。ね、はい。そしてこの24がシナモロールになりました。はい。ね、はい。大人気らしいですよ。そらそうです。聞いたら、うん、キティの時とグッズの売れ行き、うん、全く比較にならないらしいですよ。うん、でしかもさ、うん、今前に、うん、大垣型になるんかな、うん、抽選のさ住所書く紙あるじゃん。箱箱ね。知らない人いるもん。あ、そう。そう。キティの時もあった。ねえ、うん、知らないからって言って、うん、でこれ書いてきなよって言って、うん、ねえ、で1枚しか書いてない。何と郵便が届けばお父さんお母さん全部書いてもいいからとか言って、うん、ねえ書きなさい書きなさいとか言って公共の電波でそういうこと言っていいのかな。だって住所があって手紙が届けばいいんでしょ。カットでお願いしますということで次行こう。はい、はい、ということで夏バージョンのはいはい、はい、板からスタートをいたしましたシナモロール、うん、ね、はい、今クリアファイル売ってるよねこれのね、これのね、うん、この色合いのね、はい、はい、夏の板が7月8月とありましてありましたね。で9月10月はこの秋板は前と後ろで色が違ったんです ね、はいはいはい、大垣型はこのピンク色でイビクワナ型はオレンジでオレンジ色ということでございました、はい、ね、はい、最近よくツヤに通ってるってことだなこれ、うん、そしてああ、ひょうたん型ね、うん、ね、うん、はい、なんか今これも前と後ろで違うね。なんでディレクター笑ってんの。いやいやいや、1ミリも変わらん動物すげえなと思う。いやいやいや、同じ日じゃないから、ね、もう一回やってみようか、うん、あ、本当だね。え、全然変わんないから。本当だね、これ。そうそうそう。すごいな、これ。だから1センチも変わってないから。切り位置完璧っすね。あ、なに、見せびらかしたってわけなんでそういうふうになるの。ああ、やっぱ本郷駅長はね、腕は全然違うわな。うん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 。ね、誰かさんはさ、手持ちでさ、うん、ね、ぶらしてるけどさ、うん、ね、きっちり取るのがやっぱりね、うん、いい、やっぱりリスペクトされるのがね、うん、いいね、うん、やめられない、うん、もう一回やむかな、俺ちょっと元気になるとこれだもんな、はい、次行こう。はい、さあ、TQ 車、はあ、TQ01、はいはい、ね、はい、TQ01、意外と、うん、密かに団体列車に人気なんですよね。これさ、これ見えないけど、これ貸し切りって書いてあるからね。ね、見えないよね一応言っとくけど、一応言っとくけど、これ貸し切りだからね。あ、言わないと分かんないってやつね、はい、これはクラブツーリズム、違うな、 JR 東海ツアーズの、はい、貸し切りでした。なるほど、こんなのもありましたね。あ、貸し切り、あ、はい、行き十和田観光電鉄みたいですね。ね、はい、今さ、フラット音が一番ひどいんだよね、この子 TQ01 ね、ね、うんうんうん、いつ直すんだろう、うん、ね、03入っちゃったから やれないよね、はい、あ、質問がある、はい、この編成は 1M1T で合ってる。合ってます、うん、合ってます、うん、ね、はい、いわゆるデハと、クハでございます、ね、はい、これの真ん中のやつがあそこにあるいますね、ね、ね、はい、うん、TQ03 です。でこれはさ、うん、まあいいや、後にしよう、はい、はい、TQ05 はTQ 車で初めて LED になりましたね、はいはい、こうしてね、うん、はい、ちょっと LED っぽさを出すためにはこのぐらいの時間帯っていうことになりますね。なるほど。で、こう目が可愛く小さくなったっていうか、はい、コンパクトになりましたね、うん、ですからまあ今この見分けがつかないと言われている5と6、今だけですね、この白熱球と LED の並びが見れるのは皆さん今だけですよ、はい、ね、あ、小糸型の LED なんですね、花形、うん、はい、そして06、ね、うん、はい、この今01と06だけですね、2連でこのライト同士並ぶのは、はい、はい、これも貴重になってきました。そして3連車です、 TQ12、 これも暗いよね。暗いです ね、 ね、また LED いびつですし ね、 ね、はい、うん、ね、フルカラーのやつに変えてほしいよね。あ、フルカラーいいですね、フルカラー、フルカラー、フルカラー、うんうん、ヨテスさんやってくれないかな、ね、シナもたくさん乗ったから買いますよ。なんてこと、はい、まあ、TQ12 も安定ですね、はい、変化はあまりなかった編成です、うん、そういえば TQ03 横に帯巻いたけどどうなんだろうね。ねえ、買わされるんやろ、気になるね。そして最後 TQ14 です、
ね、いや現職になるから剥がされる。あ、そうですね。ね、それはそれで、OK、全部剥がしちゃえばいいんだ。カットでお願いします。はい、T94 も、まあ、ある意味赤歌舞伎は東急時代からの、はいはい、定番ですね、オリジナルということでございます、うん、はい、はい、ということで続いて、うん、この1年間のヨーロレストの電車の変化を、この写真もしょっちゅう見るような気がするんだけど、この場所好きなの、ね、水たまるとなんか吸い寄せられるの、私、ええ、カエルさんだね、そうさあ、じゃあ今、はい、編成ごと見ましたので、うん、もう一度最初の表へ戻りたいと思いますので、ね、はいはい、LED になった編成が DN02 が8月、はい、そして DN04 が11月ですね、うん、DN21 は去年の秋に LED 化をしていて、うん、DN24 もちょうど1年前12月に LED 化をしてますから、近鉄車は6分の4がすでに LED です。おだから01と06しかオリジナルライトはいませんから、ね、もうすでにマルーンのオリジナルライト今見れないということですだよね。だから01が剥がされるかどうかというところにかかってますね。微妙だね。微妙ですね、はいはい、TQ 車は、在籍6本ですが、都合6本ですが、うん、1本だけ TQ05 が LED 化、うん、3月にしていますから、でも TQ の03も変わるんだよね。可能性は高いです ね、 ね、今のところこれで LED になった編成が5本ということになります、はい、12分の5ですから、これで、まあ、今回塩浜に行ったのが定期入場だとすれば、うん、TQ03 が半分だよ、ね、まあ、これで半々になると、はいはい、早いね、やりだすと、ね、はい、あっという間ですよね、うん、でも当たり前ですよね。だって4年でワンサイクルで回るんだから全部、あ、だって2年、うん、2年経ったの、ね、うん、で先月もさ、ライト切れただからさ、うん、あのなんか直してたよね、うん、そこでやっぱり切れるんだよね、あれ、まあね、うん、LED にすりゃ ね長持ちは全く違いますからね、はい、はい、ね、はい、お、近鉄はさらっと長生きするっぽいかな、まあ、それは私も願ってます。うん、ね、どうかな、はい、お、国鉄フォントをさらっとあの上げるなんてほんま好き。さすがよく分かっていただきました。上の2023が国鉄フォントなんですね、はい、そして電車動向でございます、お、この表は何、いや、この3年間の入場出場 LED 化を日にちで追ってみたんですが、 TQ03 が次の入場予定だったんですが、どうやら今回のが入場だとちょっと前倒しということになりますね、うんうん、また例の補助金の関係やろうか、から分からないですね。前回の出場は令和2年の3月だったわけです。春だもんね。ですから、まあ、来るに4年走るってことは春なので、うん、まあ、今のこのところの入場予想では令和6年3月なんて書いてありますが、はい、まあ、ちょっと様子見て、ここ、場合によっては修正をしてホームページにアップさせていただきますが、お、はい、まあ、これ仕込んだ段階ではね、うん、春まで頑張るかなと思ってたんですが、ただ時期入場は TQ03 なので、ね、うん、まあ、おそらく TQ03 入場でしょう、うん、だよね、わざわざ面倒くさいことしないよね。やっぱり TQ 車が入ってきて、うん、近鉄車の時とサイクルが変わりましたので、うん、でそれ調整するために早い前倒しはあるかもしれません、うんうん、ただ後ろ空いてるんですよね、ここね。 TQ12 が秋ですから、その後だからそんなに急ぐ必要はないんですけど、ねうんまあ、ひょっとするとあの例えば北西線の車のあの、うん、ほら台車とかモーター持ってきて整備したり塩浜してるので、まあ、そのあたりとの兼ね合いかもしれませんが、なるほど、まあ、順当にいくと TQ03、TQ12、うん、そして D のもう次 D の01が来ちゃうんですよ。今もう本線系やらなくなったんだよね、塩浜。塩浜やらないです、ね、はい、みんなご移動に行っちゃいますから、ね、はい、みんなその関連会社ばっかりいじってるよね。そうですね、はい、ということで、うん、今年1年の電車の振り返りをしました。ああ、はい、ね、はい、まあだから、うん、あと2年すると LED も多分いな LED じゃないや、みんな LED になっちゃうのかっていうところですね。ねえ、はい、いや、こう振り返ると、はい、ヨロですとローカル線ですけど頑張ってますね、いろんなことをね。ね、はい、やっぱり近鉄だもん。まあね、何言ったって、はいはいはい、いや、そんなローカル線まだまだ頑張ってほしいんですが、ああ、まあ、今年も終わりました、あっという間に。次何するの、ね、来年度、うんうん、皆さんどうしましょう、来年令和6年スタート、うん、まあ、基本に立ち返りますか、はあ、まあ、そもそも我々もですね、このローカル鉄道と言われた養老線を応援しようってなことでこの番組ね、はあ、はいはいはい、始めたわけですけれども、うん、まあ、新春令和6年スタートから日本の養老鉄道じゃない含めてローカル鉄道、うん、ああいっぱいありますよね。なんか北西線もあと3年で終わりだってしてるし、うん、マジでマジで。ちょっとローカル鉄道の今後どうなるか、うん、
ね、はい、夢を語りたいと思います、うんうん、新春初語りローカル線のこれから、ほう、どう、あ、いいっすね、ほう、はあ、はあ、いいっす、いいっすね。いつやりますか。いつその、まあ、新春スペシャルっていうくらいだからさ、ちょっと臨時ダイヤにしません。え、休みうちでするの。休みうちはちょっと偉いけど、ちょっとお正月に近づけてみたり。ディレクター OK、 いける、はい、いける。お、あ、なんか出た。え、あ、なになに、会場も変えるの、タルテスでやるの。お、いいね、いいね。 ええ、あ、19時なるほど、ドレイン、まだ20時、いいね。あ、春雪、元末雪、大垣雪、いいですね。ということで1月4日、はい、じゃあ、新年一発目、あれ、何、ふふふふふふ、来れるの。いや、行きますよ。マジで。なんで、ダメ。いや、来れるならいいんだけどさ。1月4日でしょ、はい、はい、仕事終わってから行くよでしょ。もうそれは仕事始めだもん。ねえ、ね、うちは休みだけどさ、仕事、仕事終われるといいけどね、始めがあるから。仕事終わりがないと仕事始められないからね。もうぶっちするしかないね。ということで、1月4日、新春スペシャル、なんと、タルテツ？タルテツ。あ、どっから放送するかはお楽しみ。そうなん？イビガの鉄橋の下かも。もちろんさ、清水さんオファー取ってるんだよね。それは頼んでみ、お手紙書くわ、これから。で、黒ヤギに託すわ。食べちゃいます。揖斐川の鉄橋の下かもしれないよ。寒いじゃん。え、じゃあまた例のあのボーイングで書いたあの黄色のネオ川の緑の鉄橋の下よりはマシだと思うけどな。カットでお願いします。ということで1月4日新春スペシャル19時から、日にちも変更、時刻も変更、会場も変更。電車で帰れるかな。電車では帰れないよ。え、機動車だから。ないねということで、変わらないのは我々だけでございます。皆様1年間本当に今年もありがとうございました。ありがとうございます。あっという間の令和5年で、どうですか令和5年、1年振り返っていただいて。いや、最後バタバタしたけどね、うん、面白かったよね、令和5年も5年でバタバタしましたね。ねえ、だって今日の朝だもん。そうね、取材も ね、 ね、はい、ということで、まあ、詰め込み満載、いつも駆け足、そしてコメントを読まない我々で、あの、本当に申し訳ございませんでした。本当に今年も1年間、視聴者の皆さんのおかげで、はい、そして運営をしていただいている、うん、スタッフの皆様のおかげで、ね、はい、この番組が成立しております。そして養老鉄道さん、本当にありがとうございました。ね、私たちは勝手に喋ってるだけで終わるんだからね。あ、そうです ね、 ね、はい、気楽な商売ですよ、ね、ということで、また、来年もどうぞよろしくお願いをいたします。まもなく列車は終点の西大垣に到着をいたします。この電車はこの駅まででございます。どなた様もお忘れ物のないようお支度ください。お乗り換えのご案内をいたします。次回新年の令和6年なるほどトレイン新春1月号は特別ダイヤ、1月の4日19時、19時ですよ、はい、皆様お乗り遅れのないように、そしておせち料理、お餅を食べ過ぎて寝ることもないように、ビールかっくらって寝ることもないように。その20時20分の元数発なら、お、間に合うな。おお、分かんない、たるみえかもしれないけどね、はい、ということで、お楽しみに。それ終わってるよ。え、大丈夫大丈夫。え、いかだ1個あればね、ネオ川はね、木曽三川公園にまで流れてくのよ。次の日仕事なんだけど、たど帰れる。次の日仕事なんだけど、ダムないから、その間にカットでお願いします。はい、ということで皆様どうか良いお年をお迎えください。いや、人間関係ちょっと傷入ったかな、あれはい、また来年ね、皆様と楽しい話題でスタートしたいと思います、ね、まだまだ寒くなりますね、暖かくしてあと半月、今年も楽しめますから、はい、養老鉄道をはじめローカル線の旅、町の鉄道も乗っていただいてですね、1月また寒いところでやるんだね。はーってやったら息がバラバラって凍って落ちる、きっとね。やっぱりディレクターはちょっとね、シベリアだから ね、あのこういうあの終点に衝撃がバーンって落ちるかもしれないからね。あ、仕組んでるね、はい、ね、ということで、はいはい、新年も皆様と番組を楽しくお届けできればと思います、はい、来年もまたなるほどトレインよろしくお願いをいたします。ではまた来年この番組でお会いをいたしましょう。なるほどトレイン、また来年良いお年をお迎えください。はい、なら。